き、フロストガール。フロストガールとは、マインクラフト上で可愛い女の子を装い、男性プレイヤーを巧みに操作する謎モブである。やっと着いたわ。泳いできたから疲れちゃった。早くお家に帰って、アイス食べよう。ふふふ。どうしたの？おかえり、フロストちゃん、これ見てよ。グロウストーン、なんでここにあるの？醜いネザーの人が持ってきたんだよ。醜い？そうそう、お化けみたいな人。なんか、フロストちゃんに会いに来たんだってさ。その人は、今どこにいるの？俺たちが、追い返したよ。そう。でも、この石を置いていった。処分しておくよ。なんで？その人はお友達なの。グロウストーンの国の人。あの人しかいないわ。おかえり。悪いけど、この部屋から出てくれる？変な化け物の話聞いた。化け物なんていないわよ。フロストちゃんを狙ってるらしいよ。私と仲良くする人は化け物なの？違うよ、怖い顔の人が狙ってるんだって。でも、カニは優しい。それに、私だって本当は。怖い顔。本当の自分に自信がなくて、普通の女の子になりたくて、自分を偽っている。でも、鍵にはちゃんと本当の私を見てもらおう。この姿で会いに行こう。本当の自分を見せて、本当の友達になるんだ。あの時とは違う。俺は変わったんだ。怖くないぞ。あれ、君誰？あんたに関係ないよね。ここ、フロストちゃんの家だよ。知らないよ。話しかけるなよ。君さぁ、人付き合い苦手でしょ。知らないよ。ネザーにいるんだよね。俺の友達。ちゃんと伝えよう。友達になってくださいって。フロストガールに頼らなくても俺はできる。あの時とは違うんだ。俺は人と話すのが苦手だった。でも、友達が欲しかった。そんな俺はいつしかランニング消すぐフロストガールという人格を作ってしまっていた。それからというもの、本当の自分を追いやってフロストガールが本当の俺になっていった。それはとても心地よいものだった。しかし、フロストガールとしての俺と仲良くしてくれる友達も、本当の俺を見ると離れていってしまった。どこにいるんだろう？あの家かな？本当の俺の姿で、友達になって。怖くなんてない。よし。誰かいますか？いないのかなー。おーい。なんでだよ。いないのかよー。入りますよ。友情の証に、プレゼントが。喜ぶだろうなー。これもあげちゃおう。これも。よし。これで俺たちは友達だ。これから、どうしようかな。村のみんなにも説明しないといけないよね。よし。はっきり言おう。
よし。なめなもうちょっと時間をおこう。あ、フロストちゃん。今は言えない。無理な、俺がフロストガールなんて言ったが、いじめられず、言えない、どうしよう。フロストちゃん、弟さんが来てるよ。え、弟さん。なるほど。俺が、フロストガールの弟か。いけるぞ、ふふふ。人気のあるフロストガールの弟、その設定で、なんとなくみんなと仲良くなろう。いけるよね。人気者の姉を持つ俺、気張られる要素ないでしょ。来たね、俺の時代が来たね。今年、2018年は、俺の年。友達がたくさんできちゃう年。ふふふ。ありがとう。ありがとう、フロストガール。女の子。